お疲れ。お疲れです。どういうこと。お前ら急に黙る。1件目仮装しか覚えてないんですよ。雑誌の部長はなんか喧嘩になったのを覚えてるんですけど。ああ1件目でお前ペロペロだったの。いや、そうだっすよ。僕最後ピッチャー息したっすもん。あ最後ピッチャー息したっすもん。ピッチャー息したったか。いや、見てないです。外でした。外でピッチャー息した。いや、最後残っとったんだよ、ピッチャーが。ビール。ピッチャーさんのお前。どんだけしごいな。なんか飲み放題にしてくれて。あ飲み放題にしてくれて。あ店が。そうそう。で、なんかいっちいち頼んで、申し訳ないなって、ピッチャーバーンと取られたんですよ。しとちゃんにさ、ちなみにあの店を、これ貸し切りで行ってるやつからね。あ、知り合いの店。そう、それもいかんけど。で、なんかお会計にあってみんな楽しくなって、そこまでよかったんですよ。うん。ねえ、よかったよね。ちゃんとみんな、あそこまで別にいい雰囲気やった。もう本当によかったっす。なんか仕事の話したり、でも普通の普段プライベートの話したりったんですけど、お会計になって、みんなお金出しとったんですけど、お金が足りないってなって。なんでお金が足りなかったんですか。それでも分かるんだろう、何回聞いても。1人5000円かそうそう、普通の5000円絶対お前だろ、お金払って。なんで僕やつか。じゃあ、僕も聞いたんですよ。と、ケンさんから。いや、リュウジと松田とも払ってないよとか言って。いや、リュウジ君払ったの僕見たっすよ。僕もらいました。あ僕もらいましたよ。リュウジが直接もらったんだ。はい、払ったな、あれです。僕払ったっす。大体結婚してるんですよね。そんなに大体結婚してるんですよ。いや、そう、僕は払ったっすよ。払われるだよな。あれ、600円足りんくって5600円だったんですよ、1人。ああで、ショーにね出しといてよって、600円出しといてって言った。やっぱりお前や。聞いてねえよ、それ。おいおいおい。おい、いくら足りんかった？一人分の足りんかったんですか？一人分じゃないよ。なんか1万ちょっと足りんかったんだよ、また。おかしいよ。お前、計算が間違っとるじゃないの、そもそも。普通、店に出してもらったんです。その計算の。その人数分で割ったら5600円ってなって。8人で？で、足りんくて。で、トシ君が多分一番最初1万出して。出して、もう1回。で、多分トシ君お連れ帰ってくると思ってたんですよ、多分。いや、違うよ。最初出してないんだよ。その、トシ君がわー言い出したのはそれ後だね。いや、でもお金出した後じゃないですか。最初1枚出した。いや、最初からちょっとわーわー言っとったんだよ。だってトシ君がお金払うときにショーが払わなくていい、出さなくていいって言ったのも覚えてる。なんでお前そんなこと言ったの。え、1万は出さなくていいって言った。いや、違う、お金すら。え、言ってないっす。じゃあ、多分、お前覚えてないんだけど。じゃあ、マジでやばいっす、なんか。あ、お前じゃねえよ、やっぱ。いや、トシ君に聞いても分かる。あ？だから俺とトシ君、直接話しとったんだって。そう。俺払わんでいいのとか言って、いや、トシ君払わなかんよ。で、ショーにトシ君が払うよって言ったら、ショーが払うんでいい。言ってないっすよ。お前、言ったでしょ。そんなにやってない。お前、覚えてねえだけだよ。お前、嘘。いや、言ってない。喋ってないですもん、トシ君と。お前、だいぶ犯人だよ。え、なんか、トシ君に言うね。勘違いしとんじゃない、ショーは。かもしれない。それもあるかもしれないし。払った後に1万円出そうとして、あ、そうそう、多分それだ。いや、出さんでいい。1万出さんでいい。ってなったんです。そう1万最初出しとったに出しとったに出しとったに、お前もけんか出しとったに。いや、だってお前だろ、やっぱ。違う、マジで違う。絶対お前、僕出しました。出る強気だったのよ。そうなんですか。いや、絶対ギリシー頑張ってたんですよ。違う、僕はそれは、おいケイさんが聞いたんだよ、僕は。あん中で一番金出すって言ったら俺のまとめ出すと酔っ払っていない。嘘。誰お前は誰だと思う。出してないですよ。そう。だから俺出したやんね。俺最初1万出して、でお釣りちゃんと返ってきたんですよ。俺はケンさんからもらった。だからケンさんに聞いたら分かるけど。出してないのは誰だろう。松田さんですか。松田さん違う。手が疑ったことない。いや、でもなんかリュウジと誰かと誰かは預かりましたとか言ったよな。それ僕側なんで。ケンさんとトシさんですね。まあ、僕覚えとるな。はい。トシ君1万出したでしょ。お前じゃねえよ。いや僕1万円出して1万と600円出したんですよ、僕は。だけどトシ君が預かったやつをそのまま出しちゃったんじゃない。いやいや、それで今やるから。トシ君からもらってないでしょ最初。いや、これそうだよ、俺と俺で出してで、ケンさんからお金預かってる。いや、トシ君のお金を。あ、こいつもらってないよ、トシ君のお金もらってない。いや、お前ちょっと怪しいわ、なんかお前。トシ君と、なんか、リュウジ君が僕が預かりましたんで。どうですか。お前、預かってない。あ、違うっすよ、トシさんのは出したのを見たんですよ。ああ、そう。出したの分かる人。なんかお前はなんかお前側のやつは全部回収したのかなと思った。お前違うやつ。現場に行っとったよ、お前。僕側のやつは僕がこれ回収したんで、リーさんとこっちと誰々は、なんかこっち側なんでどうにかこうにか言ったよな。そう
何でしたっけ。まあいやいや、まあ、じゃあ犯人はまあ分からんとしても、そう分からんし、いや、ほんでどうなんその後その後どうなった。その後になんかトシ君ごちゃごちゃ言って、うん、なんで言ったんですか。もうトシ君が1枚そのまま出して、で別に お釣り返さずに多分ケンさんずっと持っとって、はい、でその後に、その後にお金が足りんって言い出して、で、あと誰が出してないってなった時にトシ君が俺1万出しとるわよ、なんで足りんのだって言ったのに言い出したの。そうだそうだ、ケンちゃんの1万預かって自分にポッケ入れてるね。お釣り渡したんですよ。お釣りをはい、もらってトシさんがこんな金いらんって言ってくんなくて、あ、マジマジそうだ、ショウさんの財布の中に入ったんですよ。あれでしょ、もう何度前からやっぱ前やマンディーそう、なぜかショウの財布入ってたから、そうっす、ショウがじゃあ俺持ってくわ、言ってこれいらんのもらいっつって、ちょっと待って、ちょっと待って、いやいや覚えてないから、おう、トシ君がいや、もうぶん投げたの、ぶん投げました、おう、いらんっつって、4000円だか5000円とか、もうショウやばーって言って、もう怒ったんですよ、その時点、トシ君は多分、こっちに書いてあるショウちゃん、はい、そっから、でもだからそれは出してない人がおるからでしょ。なんでお金が5600円って決まっとんのに、なんで足りんのとか言って、トシ君が切り出して、うん、で、みんながシーンってなんでだろうねみたいな感じになって、うん、で、ケンさんがその時にお釣りを返したんですよ。4000円、パンって。そうそうそう、お釣りで。で、多分ずっと計算しとったんですよ。そうそう。ケンさんが。いくら足りんかった？いや、わかんないです。ただ1万いくら足りんとかなって、確かに。3万5000円ぐらいしかないとかなって言った気がする。なんかお前5000円と3万円持ったもんなんですか ?5000 円、5万円と。お前一番覚えてたろ、お前こいつ、こいつは3人ともバラバラだもん、足が5000円、あ、じゃあ1000円を5枚と1万円3枚持ってたんですか。お前とケンさん2人でなんかお金やっとったろ、なんか、え、やってんすやってんす、僕席離れてた、ケンタロウくんか隣におったな、ケンタロウくんがやっとったな、ケンタロウはボケーだな、逆に一番おかしいだろ、なんでかと思うんですよ、ね、お前じゃねえんですよ、僕そんなにケチケチしないですもん。だって間違えて最近入れちゃったんじゃない。いや、トシ君のは多分入れてます、多分。だったら見た人がおるんだから。でも僕はでもそれってお釣りじゃないですか。だったら別にそれ足りなくなるのおかしいんで。あ、まあそうだよな。そうですね。まあそうだよな。そう、おかしいよな。で、それ最後どうだったかって。最後っすとか。うん。で、それで、あの、トシ君がお釣り投げて、多分ショーが取ったかわかんないですけど、うん、で、その後に、じゃあ足りん分、じゃあ俺が出したらいいんだなとか言ってケンさんがいきなり言い出して、あ、ケンちゃんが、そうそうそう、出したらいい、最初は別に2枚出しとったわけじゃないんだ、ケンさんがいくら出しとったか分かんないですけど、最初から、あ、もう分かんないです、で、足りん分ある、足りん分俺が出したらいいんだなと言ってケンさんが言い出して、うん、そしたらトシ君が、うん、そうですとか言って言って、うん、じゃあ会計行ってくるわとか言って、じゃあ俺が本当に出したらいいんだな、じゃあ会計行ってくるだなとか言って会計行ってきて、で、帰ってきた時にもトシ君がなんか言っとったんだ、なんかぐじぐじ言っとって、うん、でもそこでケンさんがもう帰ってきた瞬間熱くなる、あれとシユキとか、お前まだぐちぐち言っとんかおいとか言って、お前シユキアウトも最近ちょっとまたあれだな、手並み事項がありますよ、手並み事情だよどうか、そうあんでもバチバチになったな、そうっすね、おい、なんとったかわからんねん、もう表出ろとかしかないです、捕まえたな、そうなんとったっすね、なんとったっすね、もう見たか、見たかっすね、そう、怖かそうだ、もう会社入ってすぐそうなんて嫌だよ、しかもお前の関係からお前の関係からじゃない、松田君もっすね、あ、松田君の2人鬼だな、お前ら、そこでもう何つかまえてブワーってなって、それで、お出たよ、そしたらとりあえずもう全員取られて外出ろっつって言って、うん、で、そう出て、だトシ君とそのケンさんが2人で話すっていうもんで、うん、2人で話すみたいな、ああ、とか言って、そう二人で話したらいいな、みんなおると思ったら集まるしない、そうそうそう、その時面白かったね、松田君が面白かったんですけど、なんでやめろーって言ってずっと言ってたやめろーって言ってた、私今までプラットだよ、無限しろーって言ってそんな感じで、もう冗談だよな、お前そう、マジでどんなんだ、お前ら本当に無限しろーね、その2軒目行ったんだろ、そうですね、その後なんか、まあ、ケンさんとトシ君がちゃんと話し合って、うん、そんな感じでなんか、じゃあもうみんなで2軒目行こうよみたいな、あ、トシ君行った、いや、トシ君は行くとったんですけど、多分相当酔っ払ったじゃないですか、ああ、トシ君、そのままいなくなったですね、そう、そして、そのまま行くって言って俺はなかった、そう僕が帰るって帰りましたんで、ちらっと言ってて、そして帰るなんて言ってないです、言ってないです、そして、じゃあ
見に行きましょうって、まあ、ちょっと汚しちゃったもんで仲直りがてら一杯だけど見ましょうかって言って逃げる人は消えたんだそれ一回だそれ一枚マジでそのまま見た、はい、そのシーン電話しました電話しました吉君に、はい、お前電話しろって言われたみたいにみんな電話したないもんで、ね、いや僕も分からんと思う絶対こんなって感じだったもんであ、ほんと俊君酔っ払ったらこんちゃん普通のとこ行けよすごいそのまま帰っちゃう自分の好きなとこ行くんだろいや本当に帰っちゃうんですよ家帰っちゃうんだもうだって行くとこないじゃないですか今一人でああ、そうか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 特に何も行けなかった別に2軒目は特にみんなで歌って、うん、終わりましたあ、そうなので最後は最後みんな酔っ払ってて、うん、お会計持ってきてもらって、うん、で自分金額覚えてないんですけど、うん、ケンさんがもらって、うん、ケンさんがこうお金出してるじゃないですか、うん、その時一人だから悪いなと思って、うん自分の財布の中も全部出し、ああでも釣りもあったから1000円もらいました1000円で店から1000円もらいました買い出した買いねえのにもう自分で全部出しましたから全部すごいよお前らが悪いだろそんなん払ったれよそんなんなんだお前もう途中で帰ってたんだろ途中で帰ってきました何を言うんで金払わんといや途中で最後いますよどこにおったの俺じゃあ最後までおったのか金払わんかはいすごいね。え？僕は寝とったんです最後確か。で俺と最後一緒に帰りましたビュージ君と。あそう。えちゃん帰る？えちゃん一緒に帰ったの？いや違う俺も帰った。いや帰ったのも知らないっすって僕。あ？帰ったのも知らないっすもんビュージ君が。そう。ずっとおったと思ってたっす。でさっきなんか電話取ったじゃん。さっき。大丈夫だ。大丈夫。嘘ばっかつくんで。リュウジ。やばいっすよ。お前がリュウジもういいよ後で金払うわって言ったんだ。それは聞いてないんですけど。途中で帰ったんじゃん。嘘。僕は寝てたんですけど。途中で帰ったの嘘です。お前だよ。何時に帰った。お前何時に帰った。で僕本当覚えてる。で気づいたら車の中に乗ったんですよ。朝まで。何時に帰った。運転していいんだよ。俺の女電話してみる。ハハ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 ハでしょう間違ったな俺もそこに最初から言ったお前じゃないよ私違うっすよどうこれおかしいなちょっとおかしいっすこういう時あるはいこういうのあるこういう時あるいやお金僕ちゃんと払いますもん絶対違うよ酔っ払ったのは覚えてないじゃんあ酔っ払った払うつもりがあるんだけど忘れちゃうその時日は寝てましただから払ってないです正直で1軒目もお前が払ってないんだよ1軒目は僕絶対払いましただからそう覚えられるいや、もう検査に行けば動かすけど、まあまあ2人か3人ぐらい払ってないの多分2人じゃないですか5000円のお前、1人5000円600円だもんねいや、僕は絶対払ってます言って、健太郎だろう、大体いや、あんな違う、払ってんって金がなかったじゃん普通だけど、なんかそんな雰囲気なんですけど風紀でやってないか金持ってきてないって言えんかったじゃん多分払ってない人は多分そう思ってると思いますそうだ、だったら健ちゃんだぞ、絶対多分聞いちゃった自分で出したと思ってた自分で出したと思ってたってことですか金を取って出すとなんてもうここは切れてないとかごまかすしかないそういうこと切れてごまかしそうだよ絶対そうだよやっべえなんか割り勘になっちゃったなって今日ねえけどなんか貸してってのもいいぜなそれでいいってあるじゃんあ、やっべきますみたいなあそうですお前言ってないから出すだろうみたいな感じの乗り行ったらなんかキーッとあれがになっちゃったわーと思ってそれってでも地元乗りが多くないですか地元の人間だったらそう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 そんな感じなんじゃないのなあ多分ケンタロウとケンちゃんですよダブルケンだそれって出せることにしとこうですよしょうがないなお前ほんとでもなんか2件目が僕のせいみたいな感じになってるんですけどいや、話でしょ2件目言ってお前がでも、思わんすか帰ったのにお金置いてってないですよ普通送る送りますよね自分であれだよな、はい、いや、いいよいいよ、後で警察はですよ大体1万円は置いてまあ、後でじゃあ、はい、よしもなんかちょうだいとか言って、はい、普通だそうだいやいや普通だそうだ僕はですよこいつら全員に帰れよって言ったんですよもうせいで帰れお前いい加減しろよっつって聞いてないですこれカメラのゲームお前そもそも酔っ払いすぎて記憶がない人間がそんなことなんて分かんない
お前言われたら覚えとるからな。覚えてます。覚えてるからな。そういうことだよ。お前二重人格だね。お前言われたら覚えとるな。そんなやついます？言われたら覚えてる。いや覚えてるでしょ。お前が悪いでしょ。まあ犯人は見つからずか。お前は誰が悪いの？いや誰も悪くないですよ。だいぶ悪くない。でも誰か吊るし上げとかないと。いや、辛いっす。何が何が吊るし上げはできないっす。俺もさっき言ったから、もう嫌です、こういうのって。僕も嫌です、怖いです。お金のことで漏れるなんて嫌です。お金のことで一番嫌だよ。まあそんな感じです。あ、大都市のマッチングと今求人マッチングもちょっとアップデートしてるんで、そちらの方もあの結構登録してるんで、職人さんね、今ちょっとだいぶ忙しがちなんで結構掲載も出てるんで、あの職人さんもぜひ見て、あの二階道場も足場職人募集しようか、はい、であれもなしておるでしょ、なしたんです、求人マッチング、はい、ぜひあっちの方も見て、結構いっぱいね、いろんな会社に載ってるから、ぜひあの家の近くで検索して、またあれアップデートかけますんで面白くなると思います、ぜひ見てください。よろしくお願いします。お願いします。畳んでね。